いよいよミクデミーに入学だね。どんなことが勉強できるのか楽しみだな。うんうん、世界的に有名な音楽学校なんだよね。そうだね。そんなすごい学校の分校が急に渋谷にできるなんてびっくりだね。いや、そこに私たちが通えるってことの方が驚きだけど、本当何なの？急に届いたあの入学許可書。ある日突然届いた入学許可書。その謎を解くため私たちがいざ入学式へ乗り込むのであったっていうドラマ作れそうだね。はいはい。勉強しながらその特別な何かも探してくるよ。ついにミクデミーの入学式だね。ドキドキしてきちゃった。そんなに緊張してどうすんのよ。私たちは招待状をもらって入学するんだから堂々としてなさい。それにしてもミクちゃんからミクデミーで学びませんかって連絡が来てるって聞いたときは本当に驚いたわ。うん、ミク、もしかしてミクデミーに知り合いがいるの？あ、そっか、アイドルにプライベートのことは聞いちゃダメだよね。とにかく海外の本校だとトップアイドルを何人も出してるみたいだし、このチャンスを生かさない手はないわ。他にどんな人たちが入学するのかも楽しみね。そうだね、授業だけじゃなくてクラスメートからもいろいろ学べることがあるかもしれない。ヒゲとか帽子取ったらまんまミクじゃない？ここミクがやってる学校なんだっけ？いや、ミクデミーというのはあくまで通称で、正式な名前は別にあると聞いたが。そんなことより、俺たちには俺たちの目的があるだろう。例の挑戦状の差出人を探さねえと。許可書が一緒に入ってたんだ。ここで勉強してるうちに向こうから何か言ってくるんじゃない？そうだな。残念ながら俺たちには差出人の目的も心当たりもない。小説ではこういう時、相手の思惑通り動いてみせて出方を伺うというのが定石だ。まあそれもそうか。もちろん、一日中音楽やれるなんて最高。ん？座学やテストもあるはずだが、もしや、ずっと歌の授業だと思っているんだろうか。さすがにそんなことはないと思うけど。来たぞー！ミクデミの怪しいミク、本当にここの校長だったんだ。いや、驚きだね。溝に足を取られて動けなくなってしまったミクを助けたら、まさか世界的に有名な学校に入学させてもらえるとは。うん、学校の名前は聞いたことあったけど、まさか自分が通えるなんて。見ろ、ネネの目が輝いているぞ。私も負けないよ。キラキラキラ。
ネネもエム君もやる気に満ち溢れているね。俺たちも負けてはいられんな。うお、じゃあつかさくんたちもお目目キラキラする？なんでそうなる？ありがとう、ミク君。では、行ってくるよ。正式名称の頭文字がミクになるからミクデミーなんだっけ？まあそれ、日本だけだよ。語呂がいいからそう呼ばれてるんだって。そもそも正式にはアカデミーじゃなくてユニバーシティだしね。で、ミクの知り合いがこの学校をミクに勧めてくれたんだったよね。確かに授業の一覧見たけど、ほんといろいろあるよね。ミュージカルに使う美術セットがどうのこうのっていう授業もあるみたいだし。そうそう、映像系の授業もあるし、すっごく楽しみ。私も改めて音楽の勉強ができるのは嬉しいな。私も。せっかくみんなで同じ学校通えるんだし、目いっぱい楽しんじゃおう。そうだね。お前らも、ソリッドハートクラスか？うん、そういえばお姉さんも同じクラス。知らねえ、俺は何も見てねえ。
まあ気持ちはわかるよ。私もお姉ちゃんと同じクラスだったらって思うとちょっとね。だろう、はあ、誰だよクラス決めたやつ。つうかクラスの名前も何なんだよ。ソリッドハートクラスって絶妙にダセーし。それは同感。ヘクチ。あら、かわいいくしゃみね。どこかで誰かがエナの噂でもしてるのかしら。そんなの、アキトに決まってるじゃん。どうせなんで同じクラスなんだって文句言ってるに決まってる。私だって嫌なのに。こんにちは。え、カイト？って、あれ？なんか雰囲気が全然違う。なんかこういっつもムッとしててトゲトゲした感じの。あら、そうなの。実は私も知り合いに似てるなって思ってたのよ。ねえ。ええ、もちろんよ。俺はコーシャスハートクラスか。ホナミやアズサーも一緒のクラスのようだな。ご無沙汰してます。天馬くんでしたよね。朝日奈真冬です。よろしくお願いします。おお、いつぞやはルイが世話になったな。こちらこそよろしく頼む。それから、うん、ルカさんか。なんということだ。俺が知っている人にそっくりだ。だが眠そうではないし、同姓同名の別人か。はっ、まさかドッペルゲンガーなんてことは。そういえばルカは自分に似てる人って見たことない？なあ、まさか朝比奈さんの知り合いにもルカが。誰かがドッペルゲンガーなんてことはないよな。え、ドッペルゲンガー？4人？それはすごいね。そうだったのか。意外といるんだな、同姓同名のそっくりさんという。知ってる人がいっぱいいてよかった。ほなみちゃん、はるかちゃん、みいこさん、よろしくお願いします。ええ、はい。用心深いとか慎重とか、あとは思慮深いっていう意味があったと思います。もしかしてそういうタイプの人が集められたクラスっていうことなのかな。私の場合は慎重っていうより臆病になっちゃうかも。あら、でもあれはやってみろって言われたからっていうか。コーシャスハートじゃなくてブレイブハートでもぴったりだったかもしれないね。私もちょっと思うところあるし、望月さんにもぴったりな名前だから。本当？だったら嬉しいな。ねえねえ、僕たちのクラスの名前見た？パッションハートだって。ある意味当たっていて、ある意味外れと言えるかな。そう？今のルイなら当たってるって言っても大丈夫だと思うけどね。こ
にちは。花里みのりです。神代さん、みずきちゃん、1年間よろしくお願いします。みのりちゃん、同じクラスなの？あ、本当だ、名前ある。僕、大体最初に名前があるからそこしか見てなかったよ。いいな、名前見つけやすくて。私、自分の名前にたどり着くまでが長くてすごくそわそわしちゃうから。ほら、なるほど。僕も比較的名前を見つけやすい名字だから楽でいいなとしか思っていなかったな。そもそも昔はクラスが変わったところで何かが変わるわけでもなかったしね。だけど、レンの言う通りかも。知り合いの名前見つけたらさっきみたいにきっと大はしゃぎしてただろうからこれはここでしかできなかった発見かもしれないね。うん。やってるような挨拶は、選挙の挨拶みたいなやつあるよね。あるある。私用にすると、アマかけるペガサスと書き天馬、希望が咲き誇ると書いてサキ、その名も天馬サキ。なんちゃって。ちょっと恥ずかしいけど。確かに第一印象って大事だし、やっぱ普通のにしようかな。だね。あった。ミクは私と同じクラスだよ。星野さんも同じクラスみたいだし。それから、おはようございます。お久しぶりです。大鳥 M です。同じピュアハートクラスだね。よろしくお願いします。クラスに名前がついてるんだって。私たちのクラスはピュアハート。変身できそうで可愛いよね。ん？そういうアニメがあるんだよ。もしかして知らない？じゃあ今度お家に遊びに来る？アニメ1話から最後まで全部見れるよ。それに他のシリーズの。チャイム鳴っちゃった。きっとそうだと思うよ。あ、しずく先輩と、確か青柳さんでしたよね。星野一華です。クラスメートとしてよろしく頼む。私もいちかちゃんと同じクラスになれるなんて嬉しいわ。あとは確か大鳥さんっていうこと、宵崎さんとみくちゃんね。
はい。まさか、かなでさんとも同じクラスになれるなんて。それに、ミクか。入学式の時に見かけたけど、私が知ってるミクとはだいぶ雰囲気が違ってて、おとなしそうな子だったな。星野さんは、よいさきさんとも知り合いなのか。もしよかったら、紹介してほしい。うん、もちろん。後で、一緒に声をかけに行こう。ねねちゃん、うまく歌うコツを教えてくれてありがとう。おかげで歌の授業もバッチリだったよ。よかったです。でも、もともとエナさん上手だったから。確かに、音楽サークルではイラストを描いてるって聞いていたので驚きました。まあ、うちのサークルは自分たちで歌も歌ってるからね。ちょっとは上手くないと。そういえば、しほちゃんも歌うまかったね。そうですか。バンドじゃボーカルはいちかに任せてるので、そんなに自信なかったんですけど。私は十分うまいと思ったけどな。どんな練習したんだろう。でも、今会話に入っちゃうのは。あれ？ねねちゃん、なんかそわそわしてる。もしかして。ねねちゃん、何か聞きたいことがあるんじゃない？え？はい、ちょっとだけ。やっぱり。せっかくだし聞いちゃえば？ねえ、しほちゃん。答えられそうなことなら全然聞いてくれていいよ。あ、うん。えなさん、ひのもりさん、ありがとうございます。なんとなくわかるわ。きっとエナが珍しくお姉さんしてるから、ちょっと違和感を覚えてるってところかしら。いや、ちょっとどころじゃないっす。わがままで人を目覚まし代わりにして、挙句にコンビニまで走らせようとしてくる横暴な怪獣です。ははは。エナったら、相変わらずなのね。アキト君さえ良ければ、私からガツンと言うけど。ぜひお願いします。ねえ。あら？私は望月さんがテレちゃんを少しわかるな。私の知り合いのメイコも、メイちゃんって呼んでって言ってくれるんだけど、そういう風にニックネームで呼ぶことってなかなかしてこなかったから。おうかしら。ええ、あ、本当？それなら、姉ちゃん、こんにちは。わかりました。じゃあ、ルカちゃん、いつもありがとう。ありがとう。アイドルの歴史学、すっごく面白かったね。うん。だね。歴史って言うから受けるまで抵抗感あったけど、ああいうのなら大歓迎だよ。それに出された宿題も難しいけど面白そうなやつだし。きっとステージで歌って踊るのは変わらないと思うけど、
イメージ湧かないな。ほら、え、私の10年後？あ、確かに。きっとその頃にはももちゃんが伝説的なアイドルになってるんじゃない？そうなってたら嬉しいけど、でもそんな、いくら10年後だからって伝説的なアイドルだなんて。癒されるな。日の森さん、ミク、こんにちは。何を読んでいるんですか？うちから持ってきた絵本よ。ミクちゃん、絵本が好きなんですって。ああ、その話なら俺も知り合いの家で読んだことがあるな。そうだ、遊べる絵本に興味はあるか？たくさんの人が書いてあるページの中から主人公や主人公の持ち物を探す絵本だ。まあ、その絵本なら私も知ってるわ。みんなで一緒に楽しめるのよね。わかった。ではうちにあるものをいくつか持ってこよう。ありがとう。民族楽器の授業、思ってた以上に面白かったね。この前の不思議な形の民族楽器もそうだし、今日の世界各地の笛の授業も出てよかったな。いろんな笛が吹けて私もすっごく楽しかった。私もいい勉強になったな。地域によって使ってる素材が違うから、同じ音階でも聞こえ方がちょっとずつ違ってて。そうですね、かなでさんに言われて確かにって思いました。ゆいさきさんってすごく耳がいいんですね。たまたまだよ。青柳くんの方がああいう楽器系の音に詳しそうだったし。そういえば青柳さん、ストリート音楽を始める前はクラシック音楽をやってたっていう話をしてましたね。それでかな。そうかもね。迷惑じゃなかったらみんなともっと楽器や音楽の話をしてみたいな。ねねちゃんは球技大会何に出るかもう決めた？運動神経にあんまり自信ないので、ぐるぐるバットシュートにすると思います。そうなんだ。かなでもぐるぐるバットシュートに出るって言ってたし、ぶっちゃけ楽そうだし、私もそれにしようかな。お前、楽だからって理由で選ぶなよな。何？いいでしょ別に。できない競技に出て迷惑かけるよりは全然マシだし。っていうか、アキトこそなんでキックベースなわけ？普通にフットサル出れば勝てるじゃん。何？遠慮してるわけ？してねえよ。普通にキックベースやってみたかっただけだっつう。あの。本当に？あんちゃんは勝ちに行くってバスケ選んだみたいだけど。あんな負けず嫌いと一緒にすんな。大体これどうしたらいいの？誰か助けて。まだ競技を決めてない子もいるみたいだし、人数が少ないのは仕方ないわ。そうですね。まあメンツが決まるまではその日のメンバーでできることを。ね。もしかしてミク？
くぐ。ちなみに卓球の経験はあるの？は、羽子板？バドミントンならともかく卓球なんだけど。ま、私たちも初心者だし、一緒に覚えていけば大丈夫よ。これからしばらくよろしくね。うん。みんなミクデミーにもだいぶ慣れてきてるみたいだね。なあ、今度やるという球技大会の話もよく聞くようになったな。どんな競技があるのか楽しみですね。あ、でも挑戦状のこと全然調べてないけどいいのかな。え、挑戦状？はい、私たち挑戦状に入学許可書が入っててここに入学したんです。そうだったのか。てっきり俺はお前たちも助けたミクに連れられて入学を許可されたのだと。みんな入学の事情が違うんだね。でも挑戦状か。入学許可書も一緒に入ってたなら遅れる人って限られるんじゃないかな。確かに。もしや大王先生なのではないか。え、校長先生が挑戦状？でもなんででしょう。それは、あんまり心配しなくても大丈夫なんじゃないかな。普通に学校生活は遅れてるみたいだし。そうですね。他のみんなも毎日楽しそうですし。でもやっぱりちょっとだけ気になるな。トラ。はい。な、曲がっただと？ありがとうございます。ルカさんに丁寧に教えてもらったおかげです。司さんもメイコさんも練習に付き合ってくれてありがとうございます。ええ、これは俺たちもうかうかしていられないな。自分たちの競技をしっかり練習しなければ。あ、望月さん、お疲れ様。今、自主練中？司さんが卓球チームの練習に助っ人に行っていて、朝日奈先輩たちはこれから練習ですか？うん、フォーメーションの相談が終わったから実戦でやってみるところだよ。え、フォーメーション？バスケチーム本格的ですね。初めての人もいるし、ドリブルで相手を抜こうとするより決まった動きを覚えた方が得点できるんじゃないかっていう意見があったから。うまく決まればみんなシュート打てるし、相手も出し抜けてすごく楽しいと思う。経験者の桐谷さんがいてくれてすごく助かっちゃった。練習でも頼りにしてるね。はい、私もアンから宣戦布告もらっちゃったので全力で勝ちに行こうと思います。あれすごくびっくりしたな。急にうちのクラスに来て、はるか、バスケで勝負しようって。はい、負けないぞっていう熱い闘志が見えましたね。私はだいぶ恥ずかしかったけど、でも売られた勝負は買わないと。うん、せっかくの球技大会だし思い切り楽しもうね。今度クラス対抗の球技大会があるんだって。どんな競技があるのか楽しみ。聞くところによると激しめのスポーツは少なめで、
誰でも気兼ねなく参加できる大会のようだよ。そうなんですね。バスケがあったらやりたいけど、突き指の心配とかもあるし、さすがにないかな。よーし。レン君は勝つ気満々だね。それなら僕も真面目に勝ちに行ける競技に出ようかな。おお、じゃあ私も勝ちに行ける競技に出ます。サキちゃんってばそれ言いたいだけじゃない。バレた？僕もだよ。競技の発表をみんなで楽しみに待とう。今日から私たちも球技大会の練習だね。頑張るぞ。みのりちゃん、ギリギリまで迷ってたみたいだけど、やっぱりぐるぐるバットシュートにしたの？うん、バラエティを身につけるためにもいい練習になるかもって思って。そういう理由で選んだんだね。それで瑞希たちはキックベースだっけ？うん、ピンポン玉競争と迷ったんだけど、サキちゃんも出るし、たまにはチーム競技もいいかなって。小学校の頃、クラスのみんながやってるの見て、ずっとやってみたいって思ってたんだ。よし、やるからには一番を目指そう。弟くんのクラスがちょっと手強そうだけどね。あ、お兄ちゃんもキックベースに出るって言ってたんだった。うわ、強敵ばっかりだよ。大丈夫だって。うちのクラスには上白先輩がいるしさ、作戦とか相談してみればいいんじゃない？確かに、すっごい作戦考えてくれそうだね。探して相談してみよっか。二人はどの競技に出るか決めたのかい？うん、よーし。僕は正直どれでもいいから、余った競技に参加するつもりだよ。すまない、言い方が悪かったみたいだ。どれに出ても楽しそうだから選べないというのが正解だね。二人ともありがとう。せっかく誘ってもらったし、その二つで真剣に考えてみるよ。フットサルに卓球、キックベース、それからぐるぐるバットシュート。ぐるぐるバットって、あのバットを額に当ててぐるぐるするあれよね。そうだと思います。あとピンポン玉競争って、私どんなのか聞いたよ。走る人みんながお玉を持ってて、ピンポン玉を乗せてリレーしていくんだって。あら、なんだか楽しそうね。私はそれにしようかしら。お玉でピンポン玉をリレーか。私あんまり器用じゃないし、そういうのは向いてないだろうな。いちかちゃんならたくさん体を動かす競技でもしっかり活躍できると思うわ。うんうん、ねえいちかちゃん、私と一緒にキックベースやってみようよ。キックベースか、やったことないけど面白そうだし、いいかも。やった！じゃあ放課後、他のみんなと一緒に練習だね。うん、よろしく、おとりさん。
球技大会の競技が発表されましたね。ミクやヨイサキさんは何に出るか決めたんですか？私は運動とか全然しないし、体力もないから、多分ぐるぐるバットシュートに出ると思う。ああ、10回回ってサッカーボールをシュートするという。目が回るでしょうが、あれなら運動が苦手でもなんとかなりそうですね。実はそうなんだ。特に球技は向いていなくてな。せめてクラスの足を引っ張らないようにしたいが。私も。ねえねえ。あ、ミク？そういうフォローもこの学校にはあるんだな。とても助かる。うん、できそうなのを選んだつもりだけど、いろいろ心配だったし。ねえ、もちろん。ありがとうだよ。うん。あ、はは。うんうん。があるって聞いたんだけど、あれって本当？そうみたいですよ。どういう課題かは卒業式当日にならないと教えてもらえないみたいですけど。それって、もし課題ができなかったら卒業させてもらえないってこと？だろうな。ぶっつけ本番でやらせるなんて、最後の最後にとんでもないことやらせやがって。でもしっかり授業や学校行事に参加していれば大丈夫っていう話も聞いたわ。エナもあんまり遅刻しないでちゃんと学校来てたし、そんなに心配しなくてもいいんじゃないかしら。ま、だいたい俺が起こしたんすけどね。うるさい。ほんと変な課題じゃないといいね。そうだね。でもまあ、桃井先輩の言う通り、学生としてやるべきことをやるしかないよ。最近、卒業課題の話で持ちきりですね。うん、何をするのか全然わからないから、私も気になっちゃうな。案ずることはない。日々真面目に勉強し、学校行事にも出ていたものであれば、問題なくクリアできるという話じゃないか。であれば、少なくともここにいるものは大丈夫だと思うぞ。そうだね。私もみんなは自信を持っていいと思う。ありがとうございます。自分では学生生活も音楽の勉強も悔いの残らない毎日を過ごせたと思ってはいたんですが、改めてそう言ってもらえると嬉しいです。そうだね。でも結局挑戦状って何だったんだろう。お、前に話してくれた。実は梓沢さんたちを学校に呼ぶためだけの方便だったりして。なるほど。
確かに挑戦状を送られては秋人や白石が黙ってはいないだろうしな。私が聞いた特別な何かっていうのもそうだったのかな。まあ何にせよ卒業までの残された日々をミクデミー生として胸を張って過ごそうではないか。はい。もう1年早すぎるよ。もっとみんなと青春したかったのに。クラス対抗の球技大会楽しかったね。それに秋にやった合奏祭も。歌うんじゃなくて演奏するっていうのが結構大変だったけどやりがいあったな。しかもさ、学校にある楽器ならどれを使ってもいいって言われてたから楽器も選び放題だったし。でも合奏という意味では使いづらい楽器もあったね。僕が最初に使おうと思ったウドゥードラムもそうだった。あの壺みたいなやつですよね。ポンポコポンみたいな可愛い音がする。ああ、叩くだけでなく表面を擦ることでも独特な音を鳴らすことができるんだ。演奏する曲と楽器の編成的に使うのは難しかったけれど、いつかあの独特な音を演出に取り入れてみたいね。ねえ瑞希、瑞希も学校楽しかった？そうだね、めちゃくちゃ普通に楽しんじゃった。私も毎日がすごく楽しかったな。卒業まであともうちょっとだけど、まだまだ楽しい思い出作っていこうね。もう1年も終わりか。なんだかあっという間だったな。入学したのがまるで今日のことのようだわ。ミクは学校を楽しんでくれたのかな。私は楽しんでくれたと思うな。だっていっぱい笑ってくれたもん。そうだな、俺もそうであってほしいと思う。私もミクが笑ってくれるとなんていうか胸の奥がすごく温かくなる。もし本当にこの学校に特別な何かがあるんだとしたら、もう十分もらっちゃったな。特別な何か？はい、入学するときに聞いたんです。ミクデミーに行くと手に入るって。それが笑顔か。いいな。こんな素敵なものに出会わせてくれるなんて、本当にこの学校に来られてよかったわ。私も久しぶりにちゃんと学校通ったけど楽しかったな。はあ。そうね。もちろん。そうね。あはは。さて、